皆さんこんにちは。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということでですね、今日もつながるラジオをお届けしてまいりましょう。今日は早速ですけども、ゲストをちょっとお迎えしておりますのでですね、紹介していきたいと思います。今日はですね、コンセプトパワー代表、言語化トレーナーでいらっしゃる山内舞さんをお迎えしました。山内舞です。よろしくお願いいたします。山内さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ラジオはご出演されるのはご経験ございますか？これまでは。ラジオ初めてです。とても緊張しております。そうですよね。なんかいつもと違う空間で喋ってる感じが少ししますよね。わ、はい、かります。なんかその緊張はね、あるとは思うんですけど、本当に今ただのおしゃべりだと思ってですね、はい、今日はこう山内さんの、ことをですね、ちょっとこういろいろお伺いしていきたいなというふうに思っております。はい、まずはちょっとこう最初、まあ、ウォーミングアップがてら、はい、自己紹介をいただければなというふうに思うんですが、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました。はい、言語化トレーナーの山内舞と申します。私は経営者さん向けの言語化トレーニングを主に展開しておりまして、動画での講義とグループセッションという形式で講座をやらせていただいております。現在ですね、3期生まで卒業生がいて、4期生以降今リニューアルして、講座の内容をですね、少し拡充したり、網羅性をアップしてですね、はい、はい、動画講義とグループセッションということで、経営者さん同士で、互いに自分が言語化したものを発表するというようなセッションをやらせていただいております。おお、なんかすごくこう、なんか受け答えのありそうな、なんか、プログラムだなって、ちょっと今、最初お聞きするだけでも感じたんですけども、そもそも言語化、まあ、トレーナー、トレーニングっていう、はい、まあ、そういったプログラムっていうんですかね、うん、そういうものは、はい、まあ、なんかどういったものになるんですか？あ、はい、もう独自に編み出したものなんですけれど、はい、私たちって普段喋ってる言葉とか、あと書く言葉ですね、言葉、相手に見てもらう言葉って毎回毎回その、何ですかね、カラオケとかのように点数が出るわけではなくて、まあ、なんとなく文章にして相手に伝わってるかわからないまま書き上げてることが多いと思うんですけれど、うんうんうん、これを客観的にフィードバックする練習場が欲しいなと思いまして、サービスとして作らせていただきました。なんかすごい面白いですね、それは。なんか、はい、なんです。楽しくやっております。あ、そうなんです。なんか、はい、確かにカラオケだと歌はね、点数で採点してくれるものはありますけど、はい、自分たちが話してる言葉、言語、はい、っていうのは、確かに採点された経験僕もないですね。そうですね。はい。採点されずに、伝わったらおそらくいいリアクションが得られて、伝わってないと、なんか知らないうちに、あまり伝わってないということで、後からですね、なんかあんまり反応が薄かったなっていうことに、もやもやちょっと気づくっていうような状態かなと思っています。ああ、なるほど。確かにそうですよね。はい、なんか僕もこう今お話伺ってて、過去を振り返ってみたときに、はい、なんかこう、伝えたつもりで自分が満足して終わってる瞬間っていうのは、うん、後から気づくっていうことが結構あったなと。そうですよね、はい、なかなかその目の前の相手に伝わったかどうかとか、他の人が聞くと、自分はすごく背景の情報まで知ってるから、発した言葉以外の情報も知ってる中で発言してるので、伝わってると思い込みがちなんですけれど、相手に伝わってるかはやっぱり相手は他の背景の情報を知らない場合もあるので、やっぱり全然違うかなと思うので、そこをしっかりと第三者ですね、伝わってるかっていうのをしっかり特訓してみませんかっていうようなことでやってます。なんかそう考えると意外と盲点だったというか、はい、うん、ありそうでなかったというか。そうですね、はい、ありそうでなかったんじゃないかなと思います。家庭とかでもそんな練習する場所はないと思いますし、まあ、お
なんですかね、お父さんお母さんがどれぐらいのコミュニケーション能力かに委ねられると思うんですけど、もう暗黙知のうちに皆さん会話しちゃってたりとか、言葉にしてしまっていて、まあ、国語っていう授業とかはあるんですけど、それだけだとちょっと何ですかね、文学を読んだりとかまたちょっと違った視点なので、ビジネスとかでしっかり伝わるか、端的に伝わってるかっていう観点で特訓する場所がないんじゃないかなと思ってですね、はい、ちょっと新たに設けました。意外とそのビジネスをする場面で伝える、はいはい、きちんと伝わるような言葉を選ぶってなると時間も限られていたり、はい、いろんな制約条件がついたりしますもんね。そうですね、じゃあそうするとその限られた、はい、例えば時間の中でちゃんと伝えられるように、はい、相手に届けられるようにするためには、はい、やっぱり訓練は必要だっていうことですね。そうですね、はい、なるほど。ですし、なんかありふれた言葉で発言しちゃうと本当そこら辺の方と、まあ、全く同じで、その方の独自性とかですね、その社長さんの会社の良さっていうのが伝わらない言葉になっちゃうので、確かにしっかりと磨いていってほしいなっていうふうに思っております。なんかやっぱ差別化し、誰かとこう差別化していくためにはやっぱそれなりにちょっとこうテクニックを学んで、はい、学んで結構実践していく場っていうのはやっぱ必要ですね。そうですね、はい、なるほど。なんかよく今お話伺ってて僕もちらっと思ったんですけど、はい、ジャパネット高田さんの、はい、テレビショッピングの前以前の、ね、高田社長さんとか、はい、ついこの間ね、もう引退されたんだけどちょっと一日だけ復帰されるみたいなことされてて、はい、でその時にその高田社長の話を聞いたらやっぱ引きつけられたりするんですよね、はい、なんかこう、で何が違うのかっていうのは僕はちょっと説明はできないですけど、はい、でもいろんなね、そういう同じように商品を売り込んでる人たちがいらっしゃる中で、うん、やっぱ高田社長のなんかこう言葉のチョイスなのか、はい、まあ、トーンなのか分からないですけど、うん、はい、そういったものってすごく引きつけられるなというふうに思ったんですよ、はい、なんか同じようなことがビジネスの場でも、やっぱ、はい、隣人とちょっと違う言葉をチョイスすることでちょっとこう引きを取ることができるっていうのはありそうですよね。はい、もう圧倒的にこれを意識してない方が多いので、ちょっと意識しだすとか工夫することで、うん、他の方ともう一歩二歩前進して違ってくるので、ぜひやってみてほしいなというふうに思っています。いや、なるほど。なんかもう、3期今初3期が、はい、3期生まで、受講生が終えられたところということで、はい、講座をリニューアルされて、はい、今4期生をちょっと募集され始めたところと、はい、いうことですね、はい、なるほど。じゃあさらに今までよりもよりバージョンアップした内容になってきた、はい、ということですね。そうですね、はい、講座を実はですね続けるうちにどんどんですね受講生の層がとてもレベルがアップしてきたんですね。はい、当初言語化トレーニングっていうと、うん、言葉が何ですかね、文章使いとか言葉にするのが苦手意識がある方が強い方と思ってたんですけれど、うんうんうん、実はですね、すごく繁盛してるというか、売上が結構成長してる会社の社長さんとか、個人事業主の方とかが来てくださっていて、うんうん、成長意欲が高い方がさらにもっとですね、加速するために来てくださっているので、おのずとどんどんレベルがですね上がり続けていたので、そのレベルの期待値にお応えするために講座もリニューアルさせていただいたっていうところです。あ、こういう背景があるわけですね、はい、なるほど。ということはあれですか、その受講者さんの中で、まあ、グループセッションとおっしゃってたので、そこでのこう、はい、お互いの学び合いみたいな時間がすごくあるっていう感じなんですかね。はい、おっしゃる通りで、お互いのフィードバックもあるので、受講者さん自体同士ですね仲良くもなりますし、その方たちがいいフィードバックして、お互いにしっかり学び合えるっていうところもあります。ああ、なるほど、はい、それはでもすごくいいですね。はい、そうですね。で、私がもともと企業人事出身なのでですね、はい、なんか受講生を集めるときに、その講座のまあ、なんでこの講座作ったかとかですね、背景とかをしっかりコンセプトとかを伝えて、受講生集めの時に結構こだわってるんですね、はい、同級生のレベルが高いといい、なんですか、切磋琢磨できるじゃないですか。ありますね、はいはい、なので そういう本当にレベルが一緒のような人たちの集団でグループになれるように
しっかりと私もあのですかね、広報活動しているので、すごくいい方々、心理的に安全が保たれて、かつレベルも高い皆さんとお話しして高め合うことができるっていうのも貴重です。いや、めちゃめちゃいいですよ、それは。やっぱこう何か新しいという、ね、レッスンを受けるとか、はい、コミュニティに飛び込む時もそうかなと思うんですけど、やっぱどんな人がいるんだろうとか、ね、やっぱ結構不安になるなっていう経験はすごくあって、はい、うん、それをこう山内さんは先ほどおっしゃった企業の人事をずっとこうた、ね、はい、手掛けてらっしゃったというか、はい、そこの職の方がすごく長いご経験でいらっしゃるということだと思うので、はい、そういった目線からでもきちんとこう、まあ、担保しているというか、そのレベル感が、ね、担保されて、はい、安心して受けられるという、はい、そういう状況をコミュニティ作りもされてます。おー、それはいいですよね。なんかやっぱり人事をやってたっていうだけですごく安心感ありますよね。それってでも ありがとうございます。あれですか、そのじゃあ人事でのお仕事をしていた時の経験とかも、はい、やっぱり今のそういう言語化トレーニングっていう講座、はい、今生きてたりするもんなんですか？そうですね、おっしゃる通りとても生きてまして、たくさんの方とお話ししてきて、まあその方たちの言語化をしてきた経験、私が言語化をしてあげた経験であったりだとか、あとですね、会社を代表して、なんか会社からのメッセージみたいなものを人事部のものって結構出したりするんですね。いろんな制度とか給与改定とかした時に、まあ、どんな背景で変えましたっていうのを作ったりとかしたので、まあ、その社長にちょっと近いような文章も考えた経験があるので、まあ、どんな言葉を使ったら従業員の皆さんがモチベーションが高くなってっていうところとかも見てますし、あと組織の中でですね、結構選ばれる人の特徴とか結構見てきたので、はい、人から選ばれる言語化ができるような感じでちょっとエッセンスとして網羅しているところです。なるほど。いや、でも確かにあれですよね、会社を代表する言葉文章を出すとか、あとみんなにちゃんと伝わるように、はい、ね、従業員の方ってやっぱ一人一人やっぱ受け止め方とか、やっぱそういうスキルもちょっと違うでしょうし、はい、そう考えるとどういう言葉でどういう風な流れでどうやって伝えるかってめちゃくちゃ大事ですね、人事の仕事って。そうですね、すごく重要だと思います。そんなにまあ興味なくて 見ない方もいらっしゃる、もちろんいらっしゃると思うんですが、まあ、たまに見てやっぱりこう考えてるんだっていうことで共感してくださって、退職せずにその会社にずっといるっていう時とかもあると思うので。いや、そうですよね、すごく重要かなと思って。いや確かに僕も会社員の時、はい、結構長く勤めましたけど、やっぱ人事が出すメッセージって、まあ何ですかね、こう背筋がピンと伸びる話もやっぱありますし で一方でね、すごくこう嬉しい話もあるし、まあなんかいろんなこうエッセンスが常にいい話じゃないし、常にいい話だけでもないし、はい、なんか難しかったんじゃないかなと思うんですけどそれをこういろんな会社さんでこう人事職をこう経験されてきたっていうことだったと思うんですけど、はい、やっぱその時のやっぱり経験っていうのは、はい、じゃあこのトレーニングの中にもふんだんに盛り込まれているっていうことですね。そうですね、盛り込んでますね、はい、それが多分他のライターさん出身の方とか、はい、別のですね、人事以外の出身の方が文章のトレーニングされてたりとかってしてると思うんですけど、そことの違いがこのようなところになります、はい、なるほど。だからでも先ほどお話の中で、はい、人事職の時結構、はい、企業に選ばれやすい人みたいなお話もあったと思います、うん、これってまあ経営者に置き換えると、はい、まあね、自分の会社を選んでもらう、私を選んでもらうっていうことにもつながる能力なんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかこうその今までのご経験の中でこういう人がよく選ばれやすいよねみたいな、なんかポイントなんか一つくらいちょっと教えていただけると。一つと言われると結構難しいんですけど、はい、っていうと、やっぱりですね、なんか自分に向けて気にかけてもらってるっていうようなメッセージになってると、人は多分その方に心を開くというか、はい、だと思うんですよね。全く何も気にせずに、
他のその他大勢と一緒の言葉で雑に扱われてるなっていうのと、それぞれしっかりといろいろ考えて、タイミングとかもですけど、はい、あの目の前の相手のことを考えて、私がよく説明会とかですね、無料体験セッションとかで言ってるのは、相手の頭に翻訳して言語化しましょうみたいなことは言っています。相手の頭に翻訳して言語化する、はい、どういうことですか。そういうのは何ですかね、普段言葉に出すときって自分がやっぱり主体になりがちなんですけど、自分が伝えたいことを発しがちなんですけど、そうじゃなくて、はいはいはい、まず自分は置いといて、目の前の方今どんな表情してて、どんな頭でいるかなって想像して、相手の方のハテナに答えるというか、聞きたがってることにしっかり答えてあげたり、まあ、逆にそれが分からなかったらちょっと質問してあげながら言語化してあげるっていうのもありですし、もうキャッチコピーみたいにもう決められたあのメッセージだったら、その見てもらう方にしっかりとのことを考えてメッセージにしていくっていうのが、ああ、なるほど。徹底的に相手目線ってことですかね。独りよがりじゃなくて、客観的とか相手目線にしていく。なるほど。なんかすごくこう、あ、今お話聞いて、あ、自分反省すること多いなと思いました。いやいや、普段自分が使ってる時の話し方とか、やっぱ言葉って、はい、どうしても自分が伝えたいっていう熱量、自分の熱量が高ければ高いほど、はい、だから自分の言葉になってしまってるなっていうで、お相手の状況とか、はい、そういうお相手が分かりやすい言葉でっていうのは、なかなかそういう言葉に置き換えられてない自分がやっぱいるなって、ちょっと思う。やっぱそれって訓練すると、はい、直していけるというか改善できるもんなんですか？はい、そうですね、1回なんですかね、トレーニング受けただけでずっと大丈夫ですっていうわけではやっぱりなくて、なかなかその100点満点ずっと取り続けるのが難しくて、毎回毎回やっぱり答えがない世界というか、改善していくものではあるんですけれど、一定の訓練をすることによって意識が変わるのでですね、はい、どんどん変わっていって伸びしろがすごく高いトレーニングです。なるほど。こうやっぱりあれですね、ポチッとなんかボタンを押したらガラッと変わるわけじゃないですもんね、言葉っていうのはね。ただまあ型とかももちろんあるので、型にはめて分かりやすくとかはもちろんあるんですけど、万能薬はやっぱりないっていうところですね。そうか。だからその型にはめてまずこう話す訓練をしつつも、はい、ただその自分の中でこう出てくる言葉が、まあ、無意識的に改善されていくのためにはやっぱ時間をやっぱこうかけていくのと、まあ、反復するトレーニングっていうのが非常に大事と、はい、そうですね。反復ですし、もうやっぱり、自分で内省するんじゃなくて、外で誰かにちょっと話してみると、うん、その相手のリアクション、良かったものをメモして、それを経験値にしていくっていう。なるほど、そうか。はい、確かにこう会話とかそのトレーニングの中でやっぱお相手がいるから、そこでおっしゃってるようにこう表情とか言葉じゃない、はい、違うそういう情報をこう会話によって捉えることできますもんね、こっちもね。そうです。ああ、でもそれやっぱ相手いないと無理ですもんね。そうなんですよね。はい。自分一人でトレーニングできないですね。その絶対。はい、できないんです。 AI 相手もちょっと一般的な文章になりすぎるので、せっかくの独自性を壁打ちできる人っていうのがやっぱり人間同士でしかできないところです。そうか。だからこそ、じゃあ先ほどの話に戻りますけど、はい、こう、まあ、集まってくるメンバーさんっていうのは、はい、やっぱりそれなりにこう質を担保している状態じゃないと、はい、自分自身が磨かれる環境っていうのもやっぱり変わってくるっていうことなんですね。はい、おっしゃる通りですね。例えばですけれど、社長さんと小学校 1年生の人たちばっかりだったらちょっとやっぱりレベルが合わなくて、その社長さんが教えるだけになっちゃうじゃないですか。ね、まあ、小1の天才の方もいると思うんですけどそうじゃない場合、大多数の場合そうなっちゃうと思うので、そうじゃなくて本当にレベル感がしっかり揃っていて、かつ
まあ、できればバックグラウンドが少しずつ違ったり強みとか弱みが違うと、うん、やっぱり自分が見えてなかった目線が見えてっていうところです。確かにそうですよね。なんか自分が全知全能の神だったらいいですけどほとんどの人そうじゃないですもんね、はい、そうかそうか。だから自分が持っててお相手が持っていないものは、そのセッションとかトレーニングの中で、はい、気づいて、まあ、吸収することもできるし、まあ、逆もそのあるあり得るってことですね。僕が持ってないものをお相手から、ね、あ、この人のこういうところは素晴らしいから自分も真似してみようとかっていうのも、はい、そのコミュニティ、そのレッスンの中でも生まれてくると。そうですね、もちろん私も半分以上フィードバックはするんですけれど、そのメンバーたちもすごく優れた方が集まるので、その人たち同士でもしっかり磨き合っていただくとさらに体感できるか。あ、それはでもすごくいいですよね。やっぱじゃあやっぱセッションって盛り上がるんじゃないですか、うん、あ、そうなんですよ。なんか私言語化トレーナーって名乗るとですね、途端に結構言語化に戸惑っちゃってですね、構えられちゃう人も多いんですけど、なるほど、すごく楽しくやってるのでですね、うんうん、はい、皆さんなんか笑いながら笑顔になりながらやってるっていうのが多いです。あ、なんかやっぱ山内さんのね、お人柄もすごくこう柔らかいお人柄でいらっしゃるから、ね、なんかそういうで、もう決してこうギスギスするってことは絶対で、僕らほらなんかすごく人事のギスギスした部分もやっぱたまに感じたりするんですけど、だからそういうの全く感じさせないお人柄じゃないですか。ギスギスしてるんですね。いや僕がね、たまたまいた会社がそうだっただけなんですけどね。はい、かそういうのも全く感じさせないお人柄が、はい、やっぱりさらにね、なんかそういうのこう相乗効果発揮してるんじゃないかなってお話伺ってもなんか感じました。なんかあれですか、もし、先ほど無料体験セッションみたいなこともあるっていう話、はい、こういうふうに私がやりたいなってこう思った方っていうのは、はい、どういうふうにすればよろしいですか。そうですね、こちらのラジオにも QR コードを提供させていただくんですが、はい、インスタグラムとかですね、 SNS で無料体験セッションの申し込みの URL を貼り付けておきますので、うん、そちらからですね、ご希望の日時、会う日、開催日時を更新するようにさせていただきますので、うん、ご希望会う日時を選んでいただくか、もし出てる日時で会わなければですね、ご希望とポチッと送信していただければ、メールアドレス宛てに最新情報を送らせていただきます。うん、なるほど、わかりました。今日、ラジオお聞きの方、あとは YouTube でですね、こちらご案内もさせていただいております、FM ギノワの YouTube、 あとは、あれですね、私のつながるラジオの YouTube チャンネルでこちらオンエアさせていただいているんですけども、動画拝見されるとですね、ちょうど山内さんの、はい、Zoom 画面の下に今 QR コードが出ております。そちらの QR にですね、山内さんにまつわる今のお話の情報すべて盛り込まれた、QR コードになってますので、そちらから飛んでいただけるということですね。はい、はい、うん、でラジオをお聞きの皆さんはあれですかね、何インスタかなんかで検索するのがいいですか、どういう感じで検索。そうですね、インスタが分かりやすいかなと思います。あと YouTube はですね、紹介を簡単に動画にまとめてますので、うんうん、短い時間で聞きたいということであれば YouTube も見ていただくと分かりやすいかなと思います。なるほど、 OK です。こうリスナーの方が YouTube インスタで検索するときは山内舞さんの名前で検索すれば大丈夫ですかね。リットリンクの中にですね、インスタのリンクを組んでおりますので、はい、そこで検索していただくか、言語化トレーナー舞で検索していただくと出てくるかなとは思います。言語化トレーナー舞さんで、はい、じゃ検索していただいて、もしくは、はい、まあ、YouTube の QR コードから、で、はい、ちょっとこう体験セッションとか、あとは気軽にお問い合わせいただければなという感じで大丈夫ですかね。はい、OK でございます。ありがとうございます。なんかね、まだまだなんかすごくいろんなことをお伺いしたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、ちょっとそろそろエンディングのお時間になってしまいましてですね。はい、結構あっという間なんですけど、すいませんね。まだまだ話したりたいですよね。とても面白かったです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。なんかで、初めてのラジオのご出演で、ちょっと最初緊張されてるなんてお話でしたけど、はい、最後終わってみたらどうでしょうか。あ、やっぱり松山さんのお話力というかですね、が素晴らしいので、気持ちよくなんかお話しすることができました。
いやいやいや、もうそのままじゃ額面通りに受け取らせていただきます。ありがとうございます。いや、そうおっしゃっていただけるとね、何よりですし、はい、私もね、こう山内さんとお話ししている中でも、やっぱりこう、その言語化トレーニングって、やっぱなかなか聞かないですし、はい、なんか自分関係ないんじゃないかってちょっと思いがちかなと思うんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、結構誰でもこれって必要なことなんだなっていうふうにもすごく思いましたので、はいはい、ぜひなんか山内さんのことを気になられたらですね、問い合わせしてみていただきたいなっていうふうに僕は思いました。はい、はい、だから最後に、山内さんの方から、メッセージとか何か言い残したことありましたら、はい、ぜひお願いします。そうですね、現在経営者さん向け限定でやらせていただいてるんですが、ちょっと今後会社員の方とかですね、他の方にも言語化トレーニングを提供できるように少し開発中ですので、何かご希望があればインスタフォローしてちょっと待っておいていただければと思います。なるほど。いや、今その経営者さん向けから、まあ、いろんなバージョンが確かにできそうですもんね。そうですね。なんかこう職業別とかもなんかできそうなぐらいな。たくさんできそうですね。ね、そうなるとすごいなんかこうすごいニッチなねところにもいけそうな感じもしますし、はい、これからの展開がねますます楽しみだなというふうに感じました。ありがとうございます。はい、じゃあぜひリスナーの皆さん、あとは YouTube ご覧の皆さん、気になった方は QR コードもしくはインスタで言語化トレーナーまいさんで検索いただければなというふうに思いますので、はい、今日はね貴重なお話、いろいろたくさんお話を伺えてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまた遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、またお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、今日はこの辺で失礼させていただきます。はい、また来週お会いいたしましょう。山内さん、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。